皆さんこんにちは。芸能界はキラキラと輝いているように見えますが、実は裏社会とつながっているとの噂は古くから知られています。当事者でなければその確証を得ることはできないので本当のところは分かりませんが、ジャーナリストなどが取材を通して芸能界と暴力団のつながりが少しずつ暴かれているんです。今回はそんな裏社会とつながりがあるとされている14人の芸能人について紹介します。一人目は吉幾三さん。歌手、作詞家、作曲家、ラッパー、俳優、タレントをこなす吉幾三さん。神戸市内で行われた食事会で指定暴力団山口組の直系組長と同席していたことが分かっています。兵庫県警も事実関係を把握し、兵庫県暴力団排除条例が禁じている暴力団への利益供与がないかどうかなどを調査していたそうですが、条例違反はないそうです。食事会は神戸市内で開催された。吉幾三さんのコンサートの前に同市内の焼肉店で行われたんだとか。会費は1人2万円で、食事会を開いた吉幾三さんの支援者が一括して支払い、参加者は後日支払ったとしています。直系組長と食事をしたとなればつながりがあるのは確実でしょう。2人目は北島三郎さん。原ジョージの別名で作詞作曲も手掛けている大物演歌歌手北島三郎さんは、古くから暴力団との関わりが指摘されていますが、誰も口にできていません。それを誰かに漏らしたら最後、その人は芸能界で活動できませんし、実生活にも影響が及ぶ可能性があるからです。しかし若手の頃は暴力団からの誘いを受けて収入の多い営業を回らせてもらったことで今の自分があると強く認識しているという話が出回っています。そのため様々な形で援助をするなど、ズブズブの関係を継続中とのこと。稲川会の幹部には演歌ファンやカラオケ大好き人間が多く、自ら新曲を吹き込んで CD を出し知り合いに配る幹部さえいるのだそう。北島三郎さんはこうした幹部たちに原ジョージなどの名で詩や曲を提供し、おまけに稲川会のテーマソングとされる神奈川水滸伝も歌っているそうです。同曲はもともと稲川清浄総裁をモデルにした修羅の群れの主題歌で、稲川会の式辞ビデオなどにも多用されています。3人目は松山千春さん。フォーク3世代としてニューミュージック変革期の原動力となる活動ぶりが大いに評価されているフォークシンガー、シンガーソングライターの松山千春さんは、暴力団関係者の葬儀に出席、反社会団体元会長浅田実被告と交際していたなど、公になったものだけでも複数のつながりが分かっています。京都市に本拠を置く指定暴力団会津虎徹会の会長の就任10周年パーティーにも出席しており、そこでは歌も披露。さらに10年には指定暴力団稲川会の3代目会長稲川雄光氏の葬儀に参列したことも明らかになっています。4人目は市川海老蔵さん。歌舞伎役者の市川海老蔵さんは2010年に西麻布の飲食店で暴行を受けて負傷しました。傷害容疑で捜査が開始されましたが、どうやら市川海老蔵さん側がトラブルの元凶を作ったらしいと判明し、自身は無期限の謹慎処分を受けることとなったのです。関東連合を相手にトラブルになり、そこに仲介したのが住吉会系の暴力団だったとも噂されています。市川海老蔵さんは酒癖が悪く、客とトラブルになるケースが多いので、用心棒という形で暴力団の組員を雇っているのだとか。本人が本当のところを話さないでしょうから、あくまでも疑惑という形になっています。5人目は中居正広さん。元 SMAP の中居正広さんはジャニーズに入る前は地元で名の知れた不良だったそうです。不良グループを結成しては他のチンピラと喧嘩する毎日を送り、この子は将来どうなるのだろうと周辺住民が心配していたとのこと。 SMAP のメンバーとして忙しい毎日を送るようになってからは、やんちゃな一面は影を潜めつつありました。しかし不良時代から関わりを持っていた稲川会系の暴力団と今も仲良しとの噂があります。入れ墨が入ったがっしりした体格の男性と写真を撮っている画像も流出しており、ますます疑惑が強まっているんですね。6人目は島田紳助さん。島田紳助さんは
指定暴力団山口組の二次団体極真連合会との交際が明らかになっています。芸能界と関わりが薄い人でも暴力団とのつながりを少なからず感じていますが、表沙汰になったケースは珍しいです。事態を重く見た島田紳助さんは謝罪会見を開き、その場で芸能界を引退する旨を発表します。吉本芸人の中でも大きな影響力を持つ人物でしたから、島田紳助さんの引退によって芸能界の勢力図は一気に変化しました。島田紳助さんの芸能界引退で特徴的だったのは、現代では暴力団と芸能人の関わりが明らかになれば、たとえ重鎮であろうと芸能界で生きていけないという事実です。7人目は清水明さん。モノマネタレント、清水明さんは暴力団が主催する宴会に呼ばれ、モノマネ芸を披露したと話題になっています。一般的な営業に比べ、暴力団が関係する宴会での営業は桁違いに収入が良く、一回モノマネするだけで100万円が手に入ったこともあったというのです。もちろん信憑性に乏しい噂程度の情報ですが、テレビ出演の回数が少なく収入に困っている芸人が暴力団と関わりを持つ可能性は十分に考えられます。今回は清水明さんを例として取り上げましたが、芸人の多くが暴力団の宴会で営業をしているのだとか。8人目は押尾学さん。元俳優の押尾学さんは2009年に六本木ヒルズの高層マンションの一室で合成麻薬を服用しながら愛人と肉体関係を持ちました。容態が急変した女性を放置し、死人に罪をなすりつけようとした疑いで実刑判決を受け、芸能界から追放されます。合成麻薬の入手先が暴力団ではないかと疑われており、ズブズブの関係が噂されたんですね。服役中は職業訓練の教育を受けるなどし、芸能界への復帰はないと考えられるため、暴力団とのつながりは不明のままです。9人目は清原和博さん。元プロ野球選手の清原和博さんは覚醒剤を所持していた容疑で逮捕され、その後使用していたことも認めました。プロ野球選手の頃から風貌がヤクザそのものだったので、番長とのあだ名がつけられていた清原和博さん、その当時から山口組と関わりの深い暴力団と連絡を取り合ったりする仲だったと指摘されています。どういったルートで覚醒剤を手に入れたのか、詳しい情報は世間に漏れていませんが、暴力団が関わっているのはほぼ確実でしょう。初公判で懲役2年6ヶ月を求刑された時には、薬立ちとともに闇人脈を清算できるかどうかにも注目が集まっていました。背後には絶えず暴力団や反社会的勢力がちらつき、そことの関わりが薬との距離を縮めた疑いは今も消えません。法廷で公正を誓い発したものの、関係者の危ぶむ声は収まっていないのが現状です。10人目は坂井紀子さん。アイドルで女優の坂井紀子さんは覚醒剤を所持していた疑いで逮捕されましたが、数日間は逃走する前代未聞の事件を引き起こします。世間の関心がとても高く、とても可愛らしいアイドルで清純なイメージがあった坂井紀子さんの逮捕の裏には暴力団が関わっているとのこと。坂井紀子さんの夫と知り合ったのも暴力団が大きく関係しており、純粋だった坂井紀子さんは単純にかっこいいと感じたと言われています。イメージが地に落ちた坂井紀子さんは芸能界からほぼ追放された形となってしまいました。また驚くことに、お父さんは山口組系の伊豆組坂井組の組長だったと言われています。父親が組長だった時代には覚醒剤の売買で得た金を組の資金源としていたようです。暴力団の世界でも覚醒剤の売買で活動資金を捻出することはタブーとしている組が多いようで、坂井組は伊豆組から破門処分となっています。坂井紀子さんが生まれた時に父親は刑務所に服役中、この時の服役理由も覚醒剤によるものだったと言われています。坂井紀子さんの芸能界デビューが決まった頃に暴力団の世界から完全に足を洗ったとされていますが、15年程度は暴力団関係者だったことになるそうです。11人目はエグザイルさん。ダンス&ボーカルグループのエグザイルは暴力団との関係が常に噂されています。彼らのグループを結成するのに協力してくれたのが暴力団で、芸能事務所などに脅しをかけて
テレビ番組への出演回数を増やし、知名度を上げていきました。そしてレコード大賞を買収し、裏で印象操作をしていたのも暴力団の強力なサポートがあったからできたとのこと。エグザイルがいくつもグループを作れるほど巨大化し、収益を叩き出すようになれたのも暴力団の影響が強いと言われています。12人目は郷ひろみさん。新御三家の一人、郷ひろみさんは20代前半からスター街道を突き進み、当時の女性を熱狂させた芸能人です。とても爽やかなので暴力団とは一切関わっていないように感じますが、実は蜜月な間柄だと週刊誌などで取り上げられています。順風満帆な芸能生活を送っていたわけではない郷ひろみさんは、厳しい時代にサポートしてくれたのが暴力団の関係者でした。そこで感じた恩を忘れることはできず、さらに恩をあだで返すには相手が怖すぎるため、仕方なく関係を続けているとの声もあります。13人目は美空ひばりさん。昭和の歌姫美空ひばりさんは莫大の収益を出した芸能人の一人ですが、それだけに多くの危険が彼女を襲いました。マスコミに知られていないところで命の危険もあったと言われている美空ひばりさんを助けたのが暴力団関係者だったとのこと。用心棒のような役割を持っていたので、彼らに守られながら美空ひばりさんは安心して芸能活動を続けられたと言われています。想像もできないほどの資産を持つ美空ひばりさんですから、そこに暴力団が狙いをつけないはずがありませんね。14人目は宮迫博之さん。宮迫博之さんが闇社会とつながりがあると疑惑が持たれたのはフライデイ2019年8月2日号に掲載された半グレと一緒に写っている写真を掲載されたことでした。大阪北のキャバクラで反社会的勢力と一緒にポーズを決めている写真は波紋を呼んでいます。宮迫博之さんと笑いながら写真に収まっていた人物は2016年7月に福岡県 JR 博多駅近くのビルの前で白昼堂々約7億6000万円相当の金塊を強奪したとして翌年5月に逮捕された名古屋の半グレの野口和樹被告でした。フライデーによると、野口被告は福岡で金塊を強奪した約3週間後、北新地にあるキャバクラを訪れて宮迫さんと酒杯を交わしたといいます。その時の様子を店の関係者が、彼らのグループは男性陣が4人ほどでした。彼らが座ったテーブル席の奥にある個室で宮迫さんが仲間と飲んでいたんです。男性4人の中の1人が宮迫さんと知り合いだったみたいですね。宮迫さんが彼に気づいて挨拶していた。そこで一緒に乾杯しようということになって、高級なシャンパンを注文していましたと証言。闇営業問題に追い打ちをかけるように掲載されたこの記事には、宮迫さんが野口被告と同席していた男性から謝礼として5万から10万円の金銭を受け取っていたという関係者の証言も載っています。しかし宮迫さん本人は一連の闇営業問題を受け、ロンドンブーツ1号2号の田村亮さんと2019年7月に行った記者会見の際、トイレから出てきたところで頼まれて撮影された、ギャラは受け取っていないと金銭の授受を否定し、野口被告とも面識はなかったと主張したものの、この写真を掲載したフライデーが発売された7月19日に吉本興業から契約解消されています。いかがだったでしょうか。今回は闇社会とつながりのある14人の芸能人について紹介しました。芸能界と暴力団は深いところでつながりがあるとされ、厄介なことに利害関係が一致しているので簡単に切り離せないのだそうです。江戸時代から続くヤクザの文化は形を変えながらも現代にその気質が受け継がれており、芸能人の多くが影響を受けています。今後どんな芸能人が暴力団との関わりを指摘されるようになるのか注目していきたいですね。本日もご視聴ありがとうございました。